こんにちは。オーパスマグナム錬金術工学ジャーナルの問題を今日もやっていきたいと思います。今回はこのエクスプロラーズソルベサルブという、冒険者の難攻という意味ですねを作れというミッションで、これをこの、塩と、生命から作れというミッションなんですけど、これ一分子で生命の原子が3つあるんで、6サイクルは材料が揃うのに必要ってことになるんですよね。ただこっちのエレメンタルの方は全部で10個使ってるんですけど、それはね、いろいろ取り方があると思うんですよ。一番簡単なのはこの、4つのこの、この分子を1個取って、で、あとここにくっつけるこの 2原子の分子を、6サイクルの中で3回取って、10個取るっていうやり方が一番簡単だとは思うんですけど、他にもこの4分子のやつを2つ取って、こっちの2分子のやつを2つ取って、12個取って、2個余るとか、そういうやり方もいろいろあるんですよね。実はいろんなやり方でやってみたんですけれども、後でかなりね、これ6サイクルでこれ1個作るっていうの相当難しいんですよ。で、かなり悪戦苦闘したんで、後でちょっと他の回答もできたらお見せしますね。それで6サイクルで1つ、6サイクルだと各アームは2回動けるんですけれども、2回しか動けないんで、かなりね、受け渡しが多くなっちゃうんですよ。だから12サイクルで2つ作るっていう形でやりたいと思うんですよね。12サイクルで2つだったら、12サイクルだとかなりアームも、このレールですよね。レールもかなり使えるんで、なかなか動きやすいんですよ。それで、一番簡単な、これを、6サイクルの中でこれを1つ、この真ん中のこれを1つと、あとこの2原子の分子を、3つくっつけるっていう形で、これを1つとこれを3つっていう形で作りたいと思います。で、ここがね、どうだったかな、こうかな。6サイクル、12サイクルで2つ作るんで、最初に握るアームを、2つ用意しておきますね。最初に握るのこの2番なんですけれども、まずこれね、真ん中が土で、土なんですけど、ここがこれが空気かな？水ですね。ここの4原子の分子のこの周りの3つは水なんですけれども、これを作るのがね、結構めんどくさいんで、最初にここにこう持ってきて、ここで水にしちゃいますね。それで、それでこの辺でちょっと生命と土をくっつけていきたいと思うんですよ。1,2,3 この4番はピボット専用のアームです。2番がこうかな、こんな感じなんだよな。まず2番が、握って、右に振って、どうだったかな、上に1個引っ張って、もう一回右に振るかな？そうだそうだ。ここでね、
このバンヘルロのホイールぶつかっちゃうんで、1番はここで右下に1回逃げておきます。まあ6サイクル後にも同じ動きをするんで、こうだね。でここでまず端っこの水を作って、で真ん中も一回水にして、右に振ると。でここのとこもこう複合の複製の皿を置いとけば、これでまあ一応端っこ二つが水になりますよね。まあ2番の役割はここで終わりです。で離して元に戻るんだけど、4回移動して元に戻ると。で右に2回振ってるんで、左に2回振って元に戻ると。こうだね。それでまあ4番は2番がここに置いたタイミングで、真ん中の塩を握って、これはね右に4回はピボットするだけが役目なんですよ。右に4回ピボットして離して、これをもう1回12サイクルで繰り返すと。で握って、あとはこれこうやって回してるうちに最後の水の分子もできるんで、でこの回してる間に、あとは回してる間にここに、こことここに、ここに生命をくっつけて、ここにこっからこう塩、まあ土に、ここで土にしてここに持ってくるんですよ。くっつければいいですよね。でそれはここでね、レールを使います。おこれはね、12サイクルで、土の方はね基本的に全部レールで運ぶんで、レールがここかな、ここに置いてきて、こう、こうですね。こう持ってくるんで、こうだね。こう持ってくるんだね。それで、こう、10サイクル、10個のレールを使って戻ると。1,2,3,4。これで握って開いてで2サイクル、移動で10サイクル使って、12サイクルで元の位置に戻ってきますよね。まあ5番こうだな。5,6,7,8,9と。で、ここで、ここで1個上に出たとき土にして、もう一回移動したときに、ちょっと待ってよ。5番が、握って、4回移動して離すですよね。1,2,3、4回移動して離すなんだけども、そんであと1,2,3、6回移動して元に戻るっていうことなんだけど、こうだね。だからまあここに複製の皿を置いて両方とも土にしますね。これを6,7,8,9についても同じように作るんで、ここはコピーします。2サイクルごとに2分子のやつを握って、5,6,7,8,9
8と、あ、9もか。7、8、9ですね。で、1個ずつ握る前に、まあそれぞれちょっと前に出なきゃいけないので、調整して、おっとっと。こうだね。これで、まあ塩については、あ、土についてはこれで、こうやってどんどんくっつけていけると思うんですよ。そして最後、あれ？ちょっと待てよ。ここで、最後、本当はね、ここの塩、土にする塩、まあ、6個くっつけなきゃいけないんですけど、6個目をここにアームで置いちゃうと、この5番のアームがここで追いついてぶつかっちゃうんですよね。だから、6個目の塩だけはね、ちょっと別のアームで別のアームで持っていかなきゃいけないんですよ。これが10番はここの9番の2つ後のタイミングで握って、2回移動して、アームを1個伸ばして、もう1回やって、離して、元に戻ると。10番だけちょっと、2番の方ね。で、あとはここに、生命をくっつけてきますね。これはまあ、普通に、11番と、こうで、これはね、11番がまず握って、2回前に出して、離して元に戻ると。これを、これでちょうど6サイクルなんで、12サイクルでもう1回繰り返すと。12番は、この11番の2サイクル後の生命を握って、2回平行移動して離して元に戻ると。これも2回繰り返すと。あ、ちょっと早かったね、これね。1サイクル後だね。まあここで1サイクル無駄になってるんだよね。あれ？あ、もう1サイクル後か。だいぶサイクル無駄になってるな、これで。そうだね。これでぶつからないね。ここまでで、で、この最後の生命ですね。1個目生命くっつけて、2個目の生命をくっつけて、で、ここで、3個目をここにくっつけなきゃいけないんですけど、この3個目の生命をくっつけたら、それはそれでそのまま出荷するんですよ。つまり、5サイクル目の生命は、この13番が握って、2回こう持ってきて、そのまま、左に回して出荷という形にします。だからここはまた12サイクルで2個作るんで、同じようなアームを2つ作っとくと。13番がこの12番の2サイクル後のを握って、まあ2回で、ここで離さないで2回前に出したらそのまま、左に3回振って離すっていう形なんですね。で、まあ元の位置に戻ると。3回移動して元の位置に戻って、まあ1個アームを振って元の位置に戻ると。
これで最後13番が生命を握ってるんで、これが左に、あ、もう2番の3番の動きを書いとくか。3番っていうのは、12サイクルの中で2つ目の原料を持ってくるんで、この、まあ、2番の6サイクル後ですね。ここで握る形になるんで、ここで1個プラスして、あとは2番と同じ動きですね。握って、1個移動して、で、離して、元の位置に戻ると。これも左、右に2回振ってるんで、左に2回戻すと。で、13番が持ってきて、こう、ここでこの真ん中の水を1回塩に戻して、真ん中ね、真ん中のこれ原子土なんですよね。だから、ここ最後土にしなきゃいけないんですよ。だからここで、この塩の皿にして、で、もう1回動いたとこで、真ん中を改めて土にすればいいですよね。で、もう一回動いた、ここで、こう土にして、で、最後出荷と。出荷の位置が、ここだね、で、同じように14番はこれの6サイクル後で、全く同じ動きをするんで、1、2、3、4、5、ここだね。まあ最初に1個移動するんで、こうですね。で、これで最後の土も真ん中に持ってきて、こうと。あれ？ん？あれ？1、2、3。土にして、ん？これで形はできてるよね。あ、14番が握っちゃってるのか。あ、14番これじゃないですね。これじゃなくて、3本アームですよ。3本アームでこうだよね。ポンポン。これでできましたね。今回は43サイクルでできました。まあこれで出来上がってみると割とすっきりした結構シンプルな形でできたんですけれども、ここに至るまではかなり苦労したんですよね。まあ12サイクルで2つ作るってなると、まあこの辺でかなりぶつかっちゃうんで、次の12サイクルの2番目のやつがぶつかっちゃうんで、ぶつかんないように作るのがすごい難しかったですね。それで、まあエレメンタルの方は6サイクルの中で10個取ればいいんですけど、まあ最終的には私はこれを1個と、この2原子の3つっていう取り方をしたんですけれども、最初は全然違う取り方してたんですよね。これを3つ取って、これを3つ取って、これを1つ取って、まあこれ3つだけでもできるんですけど、っていうやり方もしてたんですよね。
まあ一応ちょっと他の悪戦苦闘した様子をお見せしますね。最初はね、この59サイクルっていうのは、最初はね、これを3つと、この4分子の3つと、この真ん中のやつだけにこの2分子のやつを1個作って、こういう形で、これね、9サイクルで1個作る形で、最初は作ったんですよね。6サイクルでやるの無理だと思ったんですよ。スペースがなくて。こうやって当然余っちゃうんですよね、原子が。余ったやつはこうやって左にこうゴミのように伸ばしてやってきました。これはね、最初要するにこの形を作ってくっつけていくって形ですよね。これを、まあ、こっちの4分子の方をメインで使って作っていくってやり方で。で、次が47サイクルっていうのが、これはね、これを10サイクル、6サイクルの中で、まあ、これを2つと、これを2つ使ってやるってやり方ですよね。だからこれも2つ塩が余るんですよ。4分子の2つ使って、でこの余ったやつで、余った途中で切り離す1個あぶり物で、こう水の炙り物を水の原子にして、最後生成物のこう水を生成物で水にしなきゃいけないところを水にしようとしてるんですよ。だからこうやって水の原子がこうやってどんどん余っていくというね。これはね、まあ、なんとかこれ6サイクルで1個できてるんですよね。あ、6サイクルで作ってあるんですよ。で、まあ最終的にはその最初の、まあ12サイクルで2つ作るっていう、まあこのシンプルな、まあ一番シンプルな形がやっぱり、私の回答では一番早かったというね結果になりました。まあこれは理屈上では、これは生命の原子を最後にくっつけて、まあ 6×6 たす2の38サイクルで作るっていうのが理論上の最速ですね。それではこの辺で終わりますね。ご視聴ありがとうございました。失礼します。